東電鉄株式会社は東京都南西部から神奈川県北部に有する鉄道路線を運営する会社で日本の大手施設の一つである慶応グループの中核企業略称は慶応日経225の構成銘柄の一社慶応という名称の由来は東京と八王子を結ぶ鉄道であることからまた旧慶応電気機機道と 旧帝都電鉄の路線で発足した経緯から、1998年6月30日まで、京王帝都電鉄という社名であった。パスネットの不調は古。現在の京王電鉄は、もともと資本の異なる旧京王電機軌道と、旧帝都電鉄が、第二次世界大戦時の戦時統制を経て発足したため、それぞれ個別に記述する。現在の京王電鉄の歴史は、 1905年12月12日に日本電気鉄道株式会社が関係官庁に電気鉄道付設を出願したことにまで遡る。この時出願した路線は関節鉄道岡又駅から長府町、府中町を経て、神戸鉄道立川駅に至る路線と府中で分岐して内藤新宿に至る路線の二つであった。日本電気鉄道は1906年8月18日、 武蔵電機機動株式会社と解消し、新たに立川村内と府中国分寺間の路線を出願するとともに、すでに出願していた鉄道路線計画を変更し、蒲田立川間の調布以北と府中新宿間を合体させ残る蒲田調布間を国領で分岐して蒲田に至る路線として分離した。この時の経路が現在の京王線のもととなっている。その後、 別に、武蔵電気鉄道株式会社という会社が現れたため、1910年4月12日に、武蔵電気軌道が、京王電気軌道株式会社と解消し、9月21日に、資本金125万円で設立され、絹川水力電気取締役の川田隆が、取締役会長に、初代専務取締役に絹川水力電気社長、都光鶴松の親族である、 都市密上平が就任した。しかし、まだ鉄道路線は有していないため、当初の営業は1911年7月4日に、関係官庁より許可が出た電気供給事業のみ取り行っており、1912年8月から、調府町玉村、府中町政府村に電気供給を行っていた。そして、1913年4月8日に、 玉川電鉄と東京電灯から買った電力を笹塚変電所で受けて4月15日に笹塚駅調布駅間の12.2キロの電車営業と電車の補助機関として新宿駅笹塚駅間及び調布駅国分寺駅間の乗り合い自動車営業を開始した。しかし、京王線の建設資金に急し、森村財閥の有志系列に入り、 富士ガス宝石の井上徳太郎、富士書寺氏が経営陣に参画することになる。その後は1914年11月19日の京王線の新町駅笹塚駅間の延伸を川切りに、1915年5月30日には新宿大分駅新町駅間が、1916年6月1日には調布駅玉川原駅間が、10月31日には、 調布駅府中駅間が延伸開業した。また、1923年5月1日には、新宿駅府中駅間の全線伏線化も行っている。このほか1919年4月には、玉川原駅前での増援事業も行った。また、電車運転の余力の売電も行い、1914年10月から国分寺村に、1915年8月からヤホ村。 立川村に、同年10月から、小平村、田梨村に、同年11月から、宝屋村に、1916年1月から、灰島村に、同年2月から、中上村ほかなら河村連合に、同年7月から、神代村、和田堀内村、千歳村,村、高井戸村、松沢村に、1917年3月から、三鷹村に、同年8月から、木ぬ村に、 1919年4月から稲城村に供給した。1922年12月に東京電灯の立川変電所から5 0 0ットの受電を開始し、1923年3月から狛江村への電気供給を開始した。一方、府中駅東八王子駅間は、1922年に設立された京王の還元会社である。 多摩南電気鉄道株式会社によって1925年3月24日に営業を開始した。これは国からの補助金を得るため、府中駅東八王子駅間を起動法に基づく京王電気起動ではなく、新たに設立した地方鉄道法に基づく新会社により付設を行ったものである。しかしながら免許路線が、 関営の中央本線に並行していることを理由に、京王、玉南が当てにしていた補助金は認められなかった。その後、1926年12月1日に、京王電気軌道が玉南電気鉄道を合併し、資本金1290万円の会社となる。1927年6月1日に、 多摩南鉄道線を 1067mm から 1372mm へ改めきする工事が終了し、全線機動法による直通運転を開始した。しかし、新宿駅から東八王子駅まで乗り換えなしではいけない状況は1928年5月22日のダイヤ改定まで続いた。1931年3月20日には初の支線である。 五両線が開通し、1932年4月の高尾登山鉄道との連帯運輸の開始を皮切りに、帝都電鉄、商船電車などとも連帯運輸を行うこととなる。また、五両線のライバル路線であった武蔵、中央電気鉄道の軌道線も1938年6月1日に買収し、一旦、京王電気軌道八王子線としていたが、 翌1939年6月30日をもって、休止、同年廃線にしている。あとの1937年2月に、資本系列が森村財閥から大日本電力に移り同社専務の穴水熊尾が社長に就任、沿線の乗客誘致政策が積極化することとなる。具体的には、駅名の解消であり、例を挙げるならば、京王車小前駅、桜上水駅、 上高井湖駅、六花公園駅、玉駅、玉霊園駅、赤戸駅、静石桜ヶ丘駅、もぐさ駅、もぐさ園駅、高畑駅、高畑不動駅、玉川原駅、京王玉川駅など、観光地であることを強調する駅名にしている。これらの駅名は、観光地駅としての地位についてはともかく、現在まで引き継がれ、親しまれており、一定の先見の民があった施策と言える。また、 乗り合い自動車事業は1938年3月の武蔵中央電気鉄道のバス事業買収を皮切りに高畑乗り合い自動車株式会社と吉木乗り合い自動車株式会社相模原駅間で運行の買収を行っている。他にも新事業として1938年11月に不動産事業を開始した。しかし第二次世界大戦の勃発で 1942年前半には陸上交通事業調整法に基づき、東京市内のバス路線を東京都へ譲渡したほか、配電等整令により電力供給事業を関東配電株式会社に譲渡することとなり、経営に大打撃を被る。そして、1944年5月31日には陸上交通事業調整法に基づき、 東京西南地区の私鉄は一つに統合されることとなり、大株主であった大日本電力は、長年京王電気機動と競合関係にあった、東京急行電鉄へ株式を譲渡することとなり、いわゆる大東急の一員となる。京王は東急に九州合併され、京王電気機動は、法人としては解散、消滅した。この合併で、会長の井上徳太郎は東急相談役に、 井上の片腕であった取締役の後藤翔作と社長の穴水熊尾の次男、穴水清彦は東急取締役に就任した。年表一方、井の頭線は、絹川水力電気系列の帝都電鉄株式会社が同社の渋谷線として1933年8月1日に渋谷駅井の頭公園駅間を開業させ、1934年4月1日に、 吉祥寺駅まで全通させたものである。もともと同社は1928年9月24日に設立されたキヌガ川水力電気系列の東京山手、急行電鉄株式会社がそもそもの母体である。1930年11月15日に東京郊外鉄道株式会社と社名を変更して、1931年2月1日には1927年7月に、 設立されていた渋谷急行電気、鉄道株式会社を合併し、同社が計画中の渋谷線を継承した。そして、1933年1月19日に、帝都電鉄株式会社に改称した。理由は1932年10月1日に、沿線町村のほとんどが東京市に合併されたことにより、郊外の社名がふさわしくなくなったからとされている。また、 同社は1935年には、乗り合い自動車事業も開始したが、1940年5月1日付で、同じ鬼怒川水力電機系列の小田原急行鉄道株式会社に合併され、小田原急行鉄道帝都線となる。さらに1941年3月1日には、親会社である鬼怒川水力電機が小田原急行鉄道を合併し、小田急電鉄株式会社に改称。 小田急電鉄テ都線となる。そして1942年5月1日には、陸上交通事業調整法の趣旨に則り、とり、小田急電鉄株式会社は、京浜電気鉄道株式会社と共に、東京横浜電鉄株式会社に合併し、東京急行電鉄株式会社の一員となり、小田急電鉄テ都線は、東急井の頭線に解消される。なお、 大東急になる前の小田急電鉄は、主軸の電力部門を電力国家管理政策に、基づき国家へ取り上げられた上、中華民国の三島半島への工業進出が、裏目に出て経営が悪化し、先行きが暗かった。加えて、経営者である、利光鶴松が高齢を理由に、小田急の経営一切を自分が見込んだ、東京横浜電鉄の後藤慶太に託して引退。 事実上同社に見売りした。当然この背後には陸上交通事業調整法に基づく戦時交通統制があるが小田急電鉄の場合、京王電気軌道と異なり、あくまで自主的に統合に加わったのであった。年表第二次世界大戦中、京王線も井の頭線も大東急の路線となった。京王線は東京急行電鉄京王営業局によって、 井の頭線は東京急行電鉄渋谷営業局によってそれぞれ営業が行われた。しかし、選挙区が悪化する中、京王線、井の頭線ともに空襲などで様々な被害を受けた。とりわけ、井の頭線は永福庁舎庫が被災して壊滅に近い状態となった。また、京王五両線は不要不急線と判断され営業休止に追い込まれた。 大東急時代に空襲被災のため陸軍工兵隊を動員したターミナル駅の京王新宿駅を新宿三丁目から西新宿へ移転したほか軌道から地方鉄道への変更が行われ中央本線八王子駅への乗り入れ計画など京王線の体質改善が計画されたが間もなく大東急は分割再編成に向かう年表第二次世界大戦も終結し 京王線と井の頭線は京王帝都電鉄株式会社の下で営業されることとなる。東京急行電鉄が新たに新設した子会社京王帝都電鉄に事業と資産の一部を譲渡する分離方式が取られた。京王帝都電鉄は分離の翌期に株式市場に上場して金融機関などの他の株主資本が入ることで独立を果たした。元来、 京王電気軌道も、帝都電鉄も、絹川水力電気の都市密鶴松が起とした事業であったが、その後の遠隔が異なる両線が同一会社となったのは、京王線がまだ路面電車当時の設備のままで、脆弱であったこと、また戦前の京王電気軌道のもう一つの主力であった、配電事業が失われたこと、東都のリアイ自動車や藤沢自動車、 中野乗り合い自動車などのバス会社や観光事業であった京王閣などの有力系列会社が参加から離れていったことに起因する。京王線は京急線や小田急線とは違い、高速鉄道化が遅れ、車両や鉄道用地の規格が小さく、潜災による被災車両が発生しても、打線からの車両の融通や申請車両の配備も行われなかった。また、東急本社も、 車両、線路、設備の改良や新規の投資も行う余裕がなく、京王線は東急合併のメリットを享受できなかった。いわば、戦前の経営を支えた、付帯事業を失い、戦災被害を受けたままの鉄道事業のみで自立しなければならない現状であった。そのため、京王線のみの分離では、戦前の京王電気軌道よりも、経営基盤が弱くなり、 独立が危ぶまれていたのである。実際に、井の頭線を路線に加えるように推進したのは、当時の東急慶応支社長の職にあった、井上貞夫であり、後藤慶太はむしろこの案にためらったと言われる。慶応線と井の頭線は、沿線が重複し、合体することで強固な経営基盤が築け、また井上は、帝都電鉄出身であったため、自分の案なら古巣の井の頭線の連中も十分。 説得できると自信を持っていたとされる。井の頭線は駅の過半数が京王線以北にあることから多くの沿線住民にとって京王の管轄の方が便利でもあった。東急からの譲り受け価格は総額5115万2800円で前日の事情から鉄道事業の補填のため東京横浜電鉄が戦前経営していた。 京王線以北の乗り合いバス路線も京王帝都電鉄が譲り受けた。このほか初代社長に東急ハイノキの三宮市郎が就任したこともあり、京王電気軌道の復活というよりは新たな合併施設が誕生した趣で再出発を期した。当初の経営状況は不安定であった。1948年度は現在の大手施設の中でも収益は最下位で、 1949年の会社4期法にも4社の中で一番を取る前途はかんばしくない、労使関係も良くない、発展性は薄いなどと酷評されるありさまであった。戦災復旧、設備の改良など巨額の投資を余儀なくされた一方、国鉄下も原線の払い下げ出願、競馬場線の建設計画のほか、収支改善のためにバス事業など、 付帯事業の強化を推進し、1955年の高尾自動車株式会社の買収をはじめとしたバス事業に本腰を入れるようになるとともに、1956年の京王百貨園の開園や1959年の京王食品株式会社、1961年の京王百貨店の設立など、沿線価値を上げる事業も開始した。また、九百六十年代には、 新宿地下駅の営業開始など、機動線イメージからの脱却にも力を入れた。この他に、レジャー輸送を主にする競馬場線、多摩動物公園線、高尾線と多摩ニュータウンに直結する相模原線の開業や、東京都交通局新宿線との相互、直通乗り入れ開始など、発展の道を歩んだ。なお、1960年頃には、数多くの路線を建設しようとしており、 立川線、三鷹線、両国線の3路線を計画したが、いずれも実現しなかった。1980年代にはそれほど健全な財務内容ではなかったが、第6代社長に、慶応帝都電鉄総合職1期生の桑山、健一が就任し、経営の引き締めに努め、平成不況の過程で、同業他社が不動産価格下落、流通不振、旅行低迷などに見舞われるのを尻目に、 財務体質は強固なものに変わっていった。桑山は、慶応帝都電鉄設立以来、会社のたゆまの経営努力にもかかわらず、常に財務状況が脆弱であったことを嘆き、財務体質の強化を志しての社長就任となった。桑山は、リフレッシング慶応をスローガンに掲げ、慶応グループ全体の経営改革と付加価値向上に努めた。後継社長には、 財務のプロである、住友信託銀行の西山博一常務を、招聘し、桑山の意を受けた西山は、在任中、経営改革を成し遂げ、現在、京王電鉄は、大手施設の中でも有料な経営状況である。年表1998年7月、京王帝都電鉄は、会社設立50周年記念として、京王電鉄株式会社へ改称した。 路線開通などはないものの、連続立体交差事業の推進を働きかけたり、パスネット、パスモの導入に伴う積極的な機器の導入、待合室や新型ベンチの早期導入など、乗客が利用しやすい鉄道を目指している。年表現在の車掌は、コーポレートロゴマークとも呼ばれ、1八十九年に制定された。KO グループのシンボルマークも兼ねており、新しい、 形を強く印象づけるため、社名を前面に出した衣装を採用し、車体にすることで、スピード感やダイナミックさを表現している。デザインは、カラーとモノクロの2種が設定されており、モノクロ版は、カラー版の色が異なる部分を6本のストライプにすることでアクセントをつけている。1989年以前に使用していた車掌は、形王邸と電鉄時代に制定されたものである。 図案化した、軽と車輪を表す円を重ね、社員の協力体制を象徴していた。京王電鉄は、6路線 84.7km の鉄道路線を有するが、先述した通り、大きく分けて、京王線系統と井の頭線の2つのグループから構成されている。相模原線を延長開業させた1975年初頭時点で、 当時の京王帝都電鉄の営業キロは7 5 8トルとなった。一方で、阪神電気鉄道が国道線の廃止を開始した1969年度初頭、時点での営業キロは7 4 9トルあったものが、北大阪線、国道線、甲子園線を全廃した1975年5月6日に一挙に4 1 0トルとなった。 阪神の営業キロは1969年に国道線西灘駅東神戸駅間 0.9km を廃止した当時でも 74.0km であったのが1973年の甲子園線の九宿間浜甲子園駅中津浜駅間 0.8km1974 年の国道線上甲子園駅西灘駅間 14.4km の廃止で 休止区間を含めても 58.8km となった。1974年度初頭当時の京王の路線総延長は 66.0km であったため、同年10月の相模原線、京王よみうりランド駅京王玉センター駅間 9.8km の延長開業及び、翌1975年の阪神国道線と、 その支線区の全線廃止を待たずに京王と阪神が逆転し、大手私鉄最短営業距離の座を阪神に譲ることとなった。路線図ランドサット衛星写真に載せた、京王電鉄の路線京王線系統の基間は1 3 7 2ト、mm、ルの、いわゆる、抹車基間である。これは、京王線系統の元となった、京王電気軌道が、地方鉄道法ではなく、 にによって建設されたことに起因するつまり、京王線は路面電車由来の路線であり、これが都電荒川線や東急世田谷線といった、軌動砲に準拠して建設された鉄道と同様の、機関を持つ理由である。なお、この機関を持った大手私鉄は、過去には、京成電鉄と京浜急行電鉄が存在した。これも起動線を羊に持つ鉄道である。いずれにしても、 これらは馬車機関であった東京市電への乗り入れを考慮しての機関の選択ということができる。ただし京王線と東京市電の接続はなかったが、戦時中に下高井戸駅で伝東級世田谷線と京王線を接続して物資輸送を行ったことがある。関東大震災時に車両が大量に被災した横浜市電向けに京王電機より旧型単車車両の譲渡が行われているが、 当時馬車機関で共通していた、京王電機東京市京浜電鉄横浜市の間で自走により改装された記録がある。この際も東京市側に車両を転線するには、両線の線路の接近した交差点で打性をつけて、道路上を走らせ、転線したという。1950年代になり、監督官庁からの要請や、都営新宿線乗り入れに向けて、標準機に、 改めきすることも検討され、1960年代に製作された5000系や2010系車両は、標準機対応台車の採用など、標準機への改めきを考慮した設計がされていた。実際、京成電鉄では、浅草線との直通のため、改めきを行ったが、一方で京王では、莫大な費用がかかることや、長期の輸送力低下を必要とし、仮に、 夏季休火時などの輸送需要が低下するときに施行したとしても、需要を満たすだけの輸送力を確保できないなどの問題点もあり、実現は困難であった。そのため、都営新宿線を京王線に合わせて 1372mm 機関で建設することになった。原有路線廃止路線未成路線帝都電鉄に由来する井の頭線の機関は、 狂気のミリ6 7トルである。原油路線、廃止路線、未成路線以下は、帝都電鉄時代に執行。駅の管理は、管区制を採用しており、7つの管区に分けて、駅の運営を行っている。各管区の管理駅は、以下の通りである。かつては、現在よりも管区が、細分化されていた。また、管区ごとに、色が設定されており、所属駅にはその色が、 壁などに線で表示されていた。また、旧管区長所在駅には助役が配置されている。2015年度は1日の駅別乗降人員より、それ以外は関東交通広告協議会、東京都統計年間、神奈川県統計要欄により、は、ウランの乗降人員と比較して像を表す。京王線、井の頭線とも通勤。 通学輸送に特化している事情から、1948年の発足以来、導入車両はすべてロングシート車のみであった。戦前、京王電機時代には、クロスシート車として150型が運用されていたが、1938年に、ロングシートに改造された。また、初代の5000系にも、特急車両としての設備から、ボックス席を設ける構想が何度かあったが、 ラッシュ対策で見送りになっている。所有車両が全車ロングシートなのは大手施設では、京王電鉄だけであったが、京王グループの中期経営計画、京王グループ中期3カ年経営計画向上と拡大に向けてに、有料座席列車導入の検討を行うことが盛り込まれ、この有料座席列車に使用する79年ぶりの、 クロスシート車両として5000系が2017年9月29日より運用を開始した。現在の京王線と井の頭線では、形式、車両デザインとも共通性がないが、かつて一時期、共通性が発生したことがあった。井の頭線用の1700系、1710系、1800系の一部が1965年頃から京王線に転用されたことがあるほか、 1957年に登場した初の高性能者である井の頭線初代1000系と京王線2000系線では外観のデザインが同一となった。しかし、次世代形式として登場した1962年製造の井の頭専用3000系初期車は1000系、2000系とデザインの流れが似ており、1963年製造の京王専用初代5000系も1000系、 2000系とデザインが似ていたものの、両開きドアや、やがて京王線用の6000系など、さらに次世代形式が製造されると、両線でのデザインの隔たりは一層大きくなった。井の頭線用に1995年から製造された二代目線系では、車両の仕様が京王線の8000系や9000系と近くなったものの、正面デザインや塗装においては、 京王線と井の頭線は未だ別系統の流れを歩んでいると言える。井の頭線は1962年という早い時期から3000系でステンレス車体を採用する一方、京王線は普通高車体という作り分けが長く続き、京王線でステンレス車体が採用されたのは1984年の7000系からである。こうした路線による 車体鋼材の使い分けが長く行われた他の大手私鉄としては南海電気鉄道が存在する。終電装置については全車両がシングルアーム式パンタグラフであるが総合高速検測車の検測用パンタグラフには下枠交差型が採用されている。1000系、3000系、8000系で長期にわたりシングルアーム型を試験搭載していた後9000系から 本格採用され、従来車に対してもシングルアーム式パンタグラフに換装した。過去には、京王線系統での高速運転時の終電性向上を目的として、井の頭線3000系と京王線系統の車両でパンタグラフの換装が行われて、京王線系統は PT42 型に統一して PS13 型を井の頭線に集約したことがある。 京王線系統の車両は乗り入れの都営車を含めて全線当車に密着連結器と電気連結器を装備する。1967年の高尾線開通に伴う分割特急開始時に5000系に装備したのが始まりである。井の頭線車両は密着自動連結器を装備する。現在使用されている車両の運転台は乗り入れ車を含め立行4段。 常用制度を7段の T 型ワンハンドルマスコンに統一されており、ATS 照射速度が速度計の周りに表示される。急千系、千系、11編成以降の新造車は、高運転台構造となっている。ATG 導入以前は、動物園線、競馬乗船列車を除き、営業列車の先頭に立つ運転台には原則として、 TNS というディスプレイ装置が設置されており、次の停車駅等を表示していた。この画面には、アナログ表示の時計も表示される。なお、京王線は2011年10月、井の頭線は2013年3月に ATC に切り替えたため、使用停止となり、順次撤去されている。現在は ATC の停車駅後通過防止機能による列車種別。 停車駅の表示器が設置されている。空気笛は上りと下りで周波数が異なり、下りの方が高くなっている。電気笛は京王線と井の頭線で異なるタイプを使用している。京王 a t c の運転台の車内信号、停車駅の停止位置までのパターンが発生している状態。詳細は自動列車停止装置京王電鉄を参照かつては、 全線にわたって独自の ATS を採用していた。信号現時における速度制限は絶対停止時速 0km、警戒時速 25km、注意時速 45km、減速時速 75km、進行の5種類で、制限速度は ATC のように運転台の速度計の外周に表示される。絶対停止で停車した場合、 確認スイッチを操作することで最高時速1 5トルで走行が可能になる。この確認スイッチは絶対停止用のもので、前方の信号機の現時が上位して持ち上手を通過するまでは操作する速度を変えることはできない。運転保安度工場の一環として一計算、製作所制の ATC の導入が決定し、設置工事が行われ、2010年3月から相模原線で 先行導入し、2011年10月から、京王線系統、2013年3月から、井の頭線で使用されている。近隣の鉄道では、同時期に、東武鉄道も東武東上本線より、順次 ATC 化される。都営新宿線での ATC 機器との干渉のため、インバータ制御車の新宿線への乗り入れはできなかったが、2005年5月の、 デジタル ATC 化に伴い解禁され、2006年3月より、それまでの6000系8両編成、8両プラス2両の重量編成に、加えて9000系の重量編成が、直通運用に当たっている。相模原線の若葉台駅、京王線の桜上水駅と高畑不動駅、井の頭線の藤見が、岡駅の4カ所に、車両基地が設けられており、 桜上水駅以外のそれぞれに併設している、建区で管理、修繕を行っている。なお全般、重要部検査及び大規模な修理や、回収の業務は、若葉台駅にある若葉台工場にて行っている。井の頭線車両についても、藤見が、丘査区内の若葉台工場藤見が丘作業場で、車両の機器を取り外して、車体等は、藤見が丘で、 それ以外はトラックで陸走して若葉台で行われる。若葉台工場は、京王電鉄内の事業士会社化に伴い、子会社の京王重機整備の施設としても稼働している。全商島は現在では終日点灯である。急行系列車では、新宿線内も含め先頭車は通過標識等を点灯させる。信号システム上は普通列車として運行する。 急行系列車の各駅停車区間では通過標識灯を消灯する。また、通過標識灯が上下分離している場合、窓上が通過標識等、倉下が微灯であることがほとんどだが、3000系と5000系までの慶王は、窓上が微灯で倉下が通過標識灯であった。上下逆になっていた大手鉄道は慶王だけである。 2001年3月のダイヤ改定で車両の運用方針を変更するまでは、各駅停車には7000系と2010系以前の車両が使用され、急行系列車には5000系、6000系、8000系が充当されていたが、現在では7000系も急行系の列車に充当されており、種別ごとに使用形式を限定していない。思いやりゾーン8000系一時車までは、 シルバーシートと呼称され、位置も下り方の車端部だった。5両編成以下は編成内1箇所、6両編成以上は編成内2箇所だったが、複数編成が組み合わさった場合はこの限りではなく、例えば6両編成と4両編成が合わさった十両編成は3箇所となる。参考3000系、デュハ3000系5000系、5713回までは、 出波五千五十系五千七百十四回以降は出波、五千系五千百系五千百十二回までは区波五千八百五十系五千百十三回以降は出波五千百五十系六千系二両編成は出波六千四百系三両編成と五両、編成は上り方二両目、八両編成は上り方二点五両目、七千系上り方二点五両目八千系 4両編成は、上り方2両目、6両編成は上り方2.5両目、9000系、1000系以降、当初から各車両の両端8000系二次車より、各車両に設置されるようになった。この頃より、シルバーシートから、優先席へと故障が変更されている。同時に、車外のステッカーも、当該部分の窓上から、当該部分の戸袋とドアの間に変更されたため、 サイズも小さくなっている。設置場所も現在と違って、奇数号車は上り片海側車端部、多摩数号車は下り片山側車端部である。既存車も随時このパターンへと変更されたが、当然のことながら3両編成、5両編成では、パターンが異なる。2000年8月より、優先席付近を、携帯電話を副域とするのに合わせて、従来の優先席の向かいの座席も、 優先席となる。2006年1月から優先席を先頭車の運転台部分を除く各社社団部に拡大し同時に優先席付近一帯を思いやりゾーンとした。合わせて釣り輪のオレンジ色が室内側の壁や窓にステッカー調布、社外ステッカーの拡大と位置変更が行われている。2015年10月からは携帯電話の使用について 優先席付近では携帯電話の電源をお切りくださいから、優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りくださいに変更したや東急電鉄等で使用されているものと同タイプのステッカーを使用。5 0 0系は他形式同様に車端部に優先席が設定されているが、KO ライナーとして運用する際にはこれらの座席も指定席として販売している関係上、 京王長山駅、府中駅から先の無料開放区間においても優先席としての取り扱いは行わない。中央線における婦人子供専用車の1973年の廃止以後で全国に先駆け女性専用車両を復活させた。2000年12月7日に試行的に導入され、2001年3月27日のダイヤ改定以降本格的に導入された。 新宿駅を23時以降に発車する急行系の列車で実施されている。その後2005年5月9日からは、平日の朝、夕方、夜、深夜にも拡大されている。その後深夜帯に特急を走らせるようになってからは、下り列車においては、急行以下の種別での設定を取りやめている。また、ダイヤ乱れによって8両編成が重当される場合や、 京王ライナーでの設定も行っていない。警視庁などからの要請により2011年2月28日から客室内に防犯カメラが設置された。日本の通勤用車両では最強線の205系電車、横浜新都市交通2000系電車に次いで3番目の事例である。防犯カメラは7000系電車の一編成の6号車に4基設置され3月下旬から さらにもう一編成にも設置され、二編成で防犯カメラが運用されている。2017年9月営業運転開始の新五線軽電車には全車両に防犯カメラが1両につき4台設置されている。2017年度末時点で事業用車を除くと、京王専用736両、井の頭専用145両、計八百八十一両を保有する。 各系列の詳細、使用選区、運用などについては、それぞれの記事を参照されたい。2012年9月7日に大手私鉄では、初となる全営業車両の VVVF インバータ制御化を達成した。現在では、事業用車両を含め所属するすべての車両が、VVVF インバータ制御である。京王線系統営業用事業用井のかしら。 先地方施設への車両譲渡はあまり行われていなかったが、5000系や3000系の廃車が始まると、18メートル車体という手頃さから譲渡が多数発生した。京王線系統営業用事業用井の頭、線電動車は運転台の有無にかかわらず、出刃を用いる。これは、東京急行電鉄と合併した大東急時代に定められたもので、合併した他社も、 ほぼ同様である。なお、制御者は区派、付随者は左派を用いる。10位と100位は1000系、2000系以降以下のように分類される。系列によっては20番台や30番台が存在するが、それについては各系列記事を参照されたい。京王電鉄の車両研修施設を参照停車駅表、京王電鉄では、 ダイヤ改正のことを2013年2月22日改定まではダイヤ改定と呼んでいた。改めたダイヤが利用者すべてに正しいダイヤとは限らない等の理由からである。ダイヤ改定の故障は京王電鉄の他に2000年代の京阪電気鉄道でも見られた。現在は京王線、井の頭線で同時にダイヤ改正が行われているが、 1990年代までは別々に行われたことがしばしばあった。2006年8月31日までのダイヤにおいて、平日ダイヤと、土休日、祭日ダイヤの他に、土休日、祭日シーズンダイヤも存在した。シーズンダイヤは4から6月9から11月に設定され、都内でも貴重な自然の残る高尾山への行楽客向けや、 この時期にほぼ毎週 GI レースが行われる東京競馬場への観戦客向けとして利用客を見越した時間帯に臨時列車を運行していた。現行の高尾線方面のダイヤでは、土休日の下り列車はほぼ終日で、新宿方面から準特急として高尾山口駅まで運行する系統と、京王八王子業の特急の交互の運転に、上り列車は早朝一本を除く。 ほぼ終日で、高尾山口から準特急新宿業の系統と、各駅停車新宿業を交互に運行するダイヤに改められている。競馬乗船関係では、東京競馬開催時の一部時間帯に、上下の特急と準特急を東府中駅に臨時停車させたり、メインレース終了後に、府中競馬専門前駅発新鮮新宿業や、 日が休業の臨時休校の運転を行っている。以前は休日ダイヤの下り特急、休行で、高畑不動で切り離しが行われていたため、相互の行き先の車両内を識別するため、釣り輪の色を白と緑の2色に分け、車内放送でも、全 X 両の白い釣り輪の車両が行、5Y 両の緑の釣り輪の車両が行ですと、アナウンスしていた。京王線系統では、途中駅で、 種別変更を行う列車が存在する。発車時の種別で運行する区間での案内表示は、終着駅と発車時の種別を表示した上で、種別変更する駅名と変更後の種別を別に知らせるようになっている。2018年2月21日までは、発車時の種別で運行する区間の終点を行き先として表示し、その駅に到着後に新しい種別、行き先に変更していた。 保安装置が ATS 時代は TTC の関係で最大、各駅停車は過去には普通と称していたが、現在は正式な列車種別名を各駅停車に改めている。詳細は、京王ライナーを参照。京王電鉄は2015年の中期3カ年経営計画で有料座席指定列車導入の検討を始めたことを発表しており、 2016年3月16日には2018年春より5000系を充当する形で平日及び土休日の夜間帰宅時間帯に新宿発京王八王子業及び橋本港のそれぞれ片道のみにおいて運行することが正式に発表された。2017年4月27日から5月19日までこの有料座席指定列車の愛称投票を実施し、 京王電鉄の新サービスであることをシンプルに表現した京王ライナー、スマートサービスを表現した京王スマートライナー、プライムサービスを表現した京王プライムライナー、ラグジュアリーエクスプレスからの造語であるラックスプレス、ウエストスターからの造語であるウエストルの5つの候補の中から最多得票約6300票を獲得した。 京王ライナーに決定したことが2018年1月24日に発表された。同年2月22日のダイヤ改正より運行を開始している。京王ライナーの送り込みは平日は改装となっているが、休日は東京競馬場での中央競馬開催日等の GI レース開催日と中山競馬場での開催ながら東京競馬場での場外発売では最も 来場者が多い有馬記念の開催時限定で、府中競馬正門前発新宿行き臨時準特急となっている。2018年11月には、高尾山観光客向けとして、京王ライナー用の5000系を使用し、臨時列車扱いで、高尾山口発の座席指定列車、マウント、高尾高新宿業が運転されている。京王線、高尾線、 相模原線では通勤者による特急と準特急を運転しているが、特急料金は不要である。かつては、高楽特急列車に、高尾と神馬の相性を付与していたが、現在はその相性はない。これに代わって、最近では、向井光エクスプレス輝きが、年末年始の終夜運転時に運行される。最高速度は、京王線が1971年4月に、 時速 95km から時速 105km となった後、相模原線が1997年12月に、京王線調布駅京王八王子駅間が2001年3月に、それぞれ時速 110km に引き上げられている。2012年8月19日の調布、沼田、国領駅地下化に伴うダイヤ改定で特急が休止されていたが、停車駅に、 ブバイ河原の駅と北の駅を追加した上で2013年2月22日から運転を再開した。大人普通旅客運賃。IC カード利用時は1円単位。切符の運賃は10円単位である。2019年10月1日改定。加算運賃1997年12月28日。戦後初の運賃実質引き下げを行った。 特定都市鉄道整備積立金による特定都市鉄道整備事業の完了のため積立金分を取り崩して運賃を改定したことで実質全区間で値下げとなった積立金の還元は2007年12月28日まで行われ制度の趣旨からは還元終了時に通常を運賃に戻す値上げを行うことで帳尻を合わせる仕組みとなっているしかし 2006年度の会社用欄からは、還元終了時に関する記述が変更され、値上げの表現が使われなくなったほか、2007年12月28日を過ぎても、運賃改定に関する発表はされず、その後の運賃改定は2014年4月1日の消費税率引上げの時まで行われなかった。なお、運賃を据え置くことに関しては、運賃制度上の申請等は不要である。 運賃値下げ時と同じくして渋谷駅の再開発費用の増大により事業費が当初計画より増加し一定の率での値上げ要素が存在したがその分は経営努力で補うとし慶応の判断で組み込まれなかった相模原線の加算運賃は建設事業費の回収が進んだことにより2018年3月17日に引き下げられた 2019年10月1日より、相模原線の加算運賃がさらに値下げされた。加算分は、普通運賃としては、京王井灘堤駅苑橋本駅総合発着で20円。その他の区間での加算運賃は廃止された。京王線、井の頭線1日乗車券グループ企業の一覧については、京王グループを参照京王電鉄を中心に54社で構成され、鉄道、 バスタクシーの交通、運輸業、小売り、流通業、不動産業、レジャーサービス業などを展開する。グループ全体の売上高は約4162億円、従業員は約2万人。京王電鉄本体はグループ戦略を立案、推進するほか、事業創造部のように新規事業を開発する部署がある。このため民泊やサテライトオフィス貸し出しのように、 鉄道以外の事業に、京王電鉄本体が進出し、運営や場所の提供をグループ会社が担う場合もある。京王では、他の大手私鉄と異なり、会社の方針により、テレビゲームソフトや列車全面展望映像などの商品化許諾をあまり言っていなかったが、二0十六年の社長交代をきっかけに方針を転換して、後者については二0十七年七月七日に、アネックから、 展望映像作品が発売されたことで解禁され、同年7月21日にビコムから、京王電鉄全線全編京王線、高尾線&、競馬場線&、動物園線 4K 撮影と、京王電鉄全線後編京王線、相模原線井の頭線 4K 撮影が発売された。全車については、A 列車で移行シリーズでは、 京王の所有車両も収録されているゲームソフトもあり、また後者についても2011年に子会社の京王アートマンが発売した DVD カラフル。不滅の京王井の頭線3 0 0系には井の頭線の全面展望映像が2013年にメディアックスから発売されたムックボン京王電鉄完全データディボドブックの付録 DVD には京王線高尾線の全面 なお、鉄道模型など、その他の鉄道グッズの商品化許諾は基本的に実施している。京王電気軌道に関するカテゴリー、ありがとうございます。